皆さんこんにちは。株式会社リンクロノバの長野正樹です。今回もお得な情報を発信していきますので、ぜひご覧ください。ハッピーチャンネル。社長、はい、最近ですね、某有名通販番組の方を見てて、エアコンの設置工事込みの値段とかっていうのが出てたんですよ。私それなんかすごく高く感じたんですけど、実際ああいうのってどうなんですか？まあそこの結論からいく前に、しっかりとした内訳の部分を今度話をすると、エアコンの工事費っていうのは、まあ工事費込みっていう形に関しては大きく3つの種類があります。でその3つっていうのが、まずエアコン機器本体の値段、あとはつけるところの材料の値段で、もう一つが、諸経費、要は人件費込みの諸経費の値段、これの3つに工事費込みっていうものが入っているというのをまずは認識してください。リンクロノバ、6畳タイプのスタンダードのエアコンの本体のパターンで分析します。まずは機器本体に関しては、だいたい6畳タイプのエアコン、どのメーカーさんもなんですけども、だいたい平均3万5000円から4万5000円程度で推移してます。で、今度もう一つが材料っていう形になります。で材料に関してはちょっと細かく専門的な話になりますが、まずは屋外機と屋内機を結ぶ冷媒配管、外に、結露した水が出るドレン配管、室外機の基礎、電源のケーブル、あとは必要に応じて配管といわれる、まあ、スリムダクトって言われるものがあります。で雑材料としては、まあ、パテとかビスとか諸々の取り付けにかかる備材の方が入ってます。なのでこれはだいたい5000円から1万円の程度かかります。で最後に人件費等諸経費に関しては、工事時間がだいたい1台あたり、2時間から2時間半設置するまでに、1万円から1万5000円程度がかかる。そうすると、まあ、今まで話した内容の3つ合わせるとだいたい、エアコン1つ工事費込みっていうパターンは5万円から7万円程度と分かる。リンクロノバ。ネットショップで見るとだいたい4万円後半っていうのが格安になってきますので、まあ、さっき言った金額ぐらいの方がまあまあだいたいドンピシャで入ってくるのかな。そこで某通販番組の価格を比較をします。まあ古いエアコンの下取りとか、昨年モデルを値引きします、なんかすごく安くしてるなという、見える手法を、安く見える手法を、取られておりますが、通常価格が高く設定されているっていうところが多くなりますので、各オプションでの値引きである程度調整をしているという価格になってます。だいたい6万5000円から9万5000円ぐらいの開きがある値段設定になります。でこれっていうのは、まあ、先ほど私が言った5万5000円から7万7000円ぐらいだよっていう中で言ったら、だいたい高い方の部類に入ってきてる。機械のグレードっていう部分もありますので、なかなか全体的に全部高いよっては言えませんが、だいたいネットショップとかと比べると某通販番組の価格は高いという判断になります。リンクロノバ。じゃあ高い金額がなぜ売れるかっていうことに関しましては、結局は我々小さい会社ではできない手法が1個取り入れられています。分割手数料の無料化、要は20回とか30回払いでも手数料が無料ですと、数千円単位で分割でもらうっていう仕組みはやっぱり某有名な通販番組でしかできない技なのかなと
思います。まあ、あとはメーカーとか要はその機種の豊富さにあります。まあ、いっぱいメーカーがいろんなところに多分協賛されていてっていう部分と、やっぱ安く仕入れるっていうところは、そういったまあブランド力っていうのはすごくある。で、何よりやっぱり長年の信頼と安心で顧客がついてくるっていうところがありますので、まあアフターメンテも踏まえて皆さん若干高くても初期費用が薄いっていう部分と、安心安全っていうところに関しては皆さんがやっぱり安心して購入できるっていうか、ものになってますので、価格がある程度高くても売れるっていうのはそういったからくりにある。イングラドバ社長、うん、通販もじゃあ高いってなったら結局どこが安いんですか？まあだから安さだけって言ったら、まあもっともっと多分比較しなきゃいけないけど、勉強しなきゃいけないけど、やっぱり量販店とかは安いのかもしれないね。うちの代理店っていうか、うちのみたいな会社でできる範囲と、やっぱ量販店のネットワークでできる範囲ってのは違うんで、まあ量販店もしくはホームセンターとかが安いかもしれない。たださっき言ったみたいに、じゃあ高いからダメかっていうのはそうじゃないんで、うん、高いからそれなりの良さがあるっていうことも絶対あるし、まあ、分割がそこでホームセンターあたりできるのかどうかはちょっと分かんないけど、そこら辺も今度切り込んでみたいなと思って。